マルクス・アントニウス・ゴルディアヌスピウス、または、ゴルディアヌス三世は、ローマ皇帝。ゴルディアヌス一世の娘で、ゴルディアヌス二世の姉妹である、アントニア・ゴルディアナの息子である。父の名は、ユニウス・リキニウス・バルブスであり、おそらくは238年に、祖父の名を名乗る以前には、父と同じ子の名を名乗っていたと思われる。父の父母の名は、 ユニウスリキニウスバルブスとセルウィリア・ケイオニアであり、セルウィリアの父母は、クイントス・セルウィリウス・プデンスと、ケイオニア・プラウティア。ケイオニア・プラウティアの弟は、ネルア・アントニヌス長の皇帝の一人で、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの共同皇帝だった、ルキウス・ウェルスである。つまり、ゴルディアヌス三世は、プラウティアの彦で、ウェルスから見て、ソーテッソンという投縁にあたる。また、 プラウティアとエルスの指定の父で、皇帝、ハドリアノスの養子の一人であった、ルキウス・アイリウス・カイサルのヤシャゴにあたる。このように、ゴルディアヌス三世の一族は、ネルーアントニヌス朝と、縁石、血縁療法で結びついていた。皇帝アレクサンデル・セベルスが、高チ・ゲルマニア族州の首都、モゴンティアアクムで暗殺された後、マクシミヌストラクスは、元老院の承認を得て、 皇帝に即位した。しかし、元老院は、マクシミヌスの政策に対する不満から対立するようになる。238年3月、ゴルディアノス一世がカルタゴで反旗を翻すと、ローマは、マクシミヌスの行動を反逆とみなし、アフリカ属州にいたゴルディアノス一世と二世を共同皇帝と宣言した。しかし、ゴルディアノス父子は4月に、 マクシミヌスの支持者であったヌミディア総督カペリアヌスに鎮圧された。二人は死んだものの、ローマの公衆は、ゴルディアヌス不死を平和を好み分芸に引い出ながら、マクシミヌスの暴政の犠牲となったものとして痛み、記憶に留めた。マクシミヌスは、ローマに進軍しつつあったが、元老院はなおもこれを認めず、元老院議員。 デキムスカエリウスカルイヌスバルビヌスとマルクスクロディウス、プピエヌスマクシムスを共同皇帝とし、ゴルディアヌス一世の孫でまだ13歳であった、ゴルディアヌス三世にカエサルの称号を与えて二人の副帝とした。マクシミヌス配下の軍団の離润、とりわけ第二軍団、パルティカによる暗殺のおかげで、二人はマクシミヌスを破ったが、二人の知性は初めから期待に瀕していた。 民衆の暴動、軍団の不満、238年6月のローマの退化などが相次ぎ、ついに7月29日、二人は親衛隊により暗殺され、ゴルディアノス三世がローマ皇帝と宣言された。ゴルディアノス三世は弱年だったため、実際の政治はその周囲の貴族たちが行い、元老院を通じてローマの国事を支配していた。 241年にゴルディアヌス3世は、新任の新衛隊長官ガイウス・フリウス・サビニウス、アクイラ・ティメシテウスの娘フリア・サビナ・トランクイリナと結婚した。新衛隊の勢力と皇帝のートという立場を背景にして、ティメシテウスはすぐに、ローマ帝国の事実上の支配者となった。3世紀、ローマ帝国の国境は、ライン側とドナウ川を挟んで退治する。 ゲルマン人の部族によって弱体化していた。またユーフラテス川の向こうでは、サーサーアン朝アの攻撃が増していた。ペルシアが、シャープール一世の求めメソポタミアに侵攻すると、若い皇帝ゴルディアヌス三世は、ヤヌス神殿の扉を開け、東方へ向かった。ヤヌス神殿の扉を開けることは古代ローマにおいては、戦時を意味したが、この時扉を開けたのが、 歴史に記録される最後の事例となっている。ペルシア軍は、ユーフラテス側の対岸へと押しやられレッサエナの戦いで、敗北した。戦役は、成功に終わり、ゴルディアヌスは敵地への侵攻を計画したが、この時、ギフ、ティメシテウスが定かでない状況の元死を遂げた。ティメシテウスを失い、戦役とゴルディアヌスの安全は危険にさらされることになった。ピリップス・アラブスが、 公認の新英隊長官となり、戦役は続けられた。244年の初め、ペルシア軍は逆襲をしてきた。ペルシア側資料によれば、現在のファルージャの近くでペルシアとローマの戦闘があり、ローマはこれに大敗し、ゴルディアヌス3世はこの戦いで死んだ。ローマ側資料はこの戦いには、触れず、ゴルディアヌスはこれより遠く、ユーフラテス側上流で死んだとする。 ゴルディアヌス3世の死因は不明であるが、新衛隊長官、ピリップスが、しばしば殺人者として言及される。ピリップスは、ゴルディアス3世の後を継いで、皇帝となった。19歳ボー若く性格の良いゴルディアヌス3世は、祖父や叔父、さらには、自身の悲劇的な運命もあって、長く、ローマ人より敬愛された。新皇帝ピリプスの反対にもかかわらず、 ゴルディアヌス三世は死後に深刻化された。これは民衆の関心を買い、暴動を避けるためであった。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、ゴーディアン、オア・ゴーディアナス、インスイクロープディアブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。